こんにちは、北村です。暖かくてね、今日でこの暖かさも終わりって言ってましたけどね。はい、ごめんなさい。実はね、先日、ちょっとね、事件がありました。というかね、まあ、うちの、女房からね、電話がかかってきて、犬がいたんだけども、値段見てほしいってね、かかってきましたね。またと思ったんだけども、値段を見たんですけどね、まあ、可愛い子で、まあ値段もね、そこそこ、安くて良かったんですけどね。まあちょっとね、問題がこの業界ありますね。もう詐欺に近いですね。まあ犬のね、生体価格デカデカと16万5000円と書いたってね。まあそこの上にね、ワクチンでなんだかんだ乗せるのはね、問題ないんですけれどもね。ただ、ワクチン代っていうのはね、店の儲けじゃないんですね。まあ例えばそこに儲けを乗せようとすると、店がしたっていうことになりますので、なんていうかな、書類上ではね、お客様から、直接、病院に振り込んだというか支払ったという形になるのでね、ワクチンがいくらというふうにね、書かなければいけないんですね。まあそれがね、そこの店では、ワクチンとマイクロチップね、この値段を取って、やるのはいいんですけれども、8万円なんですね。じゃあその明細はどうなるんだって聞きましてね、いや、ワクチン代と、マイクロチップ代で8万円ですってね、ただそれだけなんですね。じゃあワクチン、これこの子は1回しか打ってないって書いてありますけど何回ですかって言ったら1回ですね。じゃあこの子は3回打ったらどうなんですかって言ったら、いや同じ8万円ですってね。それはもう完全に詐欺ですからね、まあそういうことがありましてね。まあそれで終わりじゃないんですね。じゃあそうすると、16万プラス8万円だから24万5千円かな、ですねっていう話したら、いやこれではまだ終わりではなくて、プラスもう8万円かかりますね。DNA 鑑定料と、なんかな、保証料、それで8万円かかります。はぁとなりましてね。 DNA 鑑定一体いくらのものなんですか、現在のね、法律においては販売する犬は、DNA 鑑定をねしなきゃいけないっていうふうになっているんですね。マイクロチップと DNA 鑑定を義務付けてるんですね。でもそこでね、まあお金を取るのはまあいいとしても、まあご存知かわからないんですけど、そんなね、 DNA 鑑定なんてね、高くても1万円なんですよ、動物病院が取るのがね。まあ中にはね、ぼったくりの動物病院で2万3万取るところはありますけどもね。まあ基本的にはだいたい相場として1万円なんですね。
まあ、それと、保証料という形でね、つけてね、8万円とね、16万5000円の犬に、生体価格に、付加価値でね、取るお金がね、別に16万取るってね、ありえないんですね。でもちょっとカチンときたんだけども、まあその人にね、言ってみても、店の人はね、まあアルバイトかパッパラパーですからね、本社が言われてそのまんまだ、若い子たちだから言ってみてもしょうがないんで、まずね、経産省に電話しましてね、経産省の見解を聞いて、それから今度マイクロチップを管轄してるね、環境省に電話して、環境省にも聞いて、それからワクチンとかのね、問題でね、農水省にね、電話して聞きましてね、まあ、基本的に、原則的にお客様からお金を取るんではなくて、販売する側、ブリーダーもしくは販売店が、マイクロチップと、ワクチン、と DNA 鑑定、ま、ワクチンは、ちょっと抜きにしてね、マイクロチップと DNA 鑑定は、小売屋さんがね、かもしくはブリーダーがやるべきものであって、まあ、請求するものではない。だけれども、まあ、現実問題として、その分をいただいていることは、よくありますね。まあ、それをお聞きしたんですけども、まあ、はっきりと、店の名前もね、会社の名前も言いまして、そこが8万円、8万円の16万取ってますよってね、話をしましてね。まあ、向こうもね、びっくりしてましたよね。そんな金額になることではないので、まあ、要は実費という形でね、お客様の支払う分を店が立て替えてる。だから、買う時にその分をもらうってね、そういう感覚で、農水省の方も、環境省の方も、経産省の方も考えてるんですね。それが現実は、そこにまで、利益を乗せて、16万というお金にね、している。まあ、ですから、これって詐欺ですよねって言ったところ、はい、詐欺ですねと答えました。それがね、まかり通っちゃってるんですね。ですから、じゃあそれを何とかしてくださいよって、まあ、私も自分の正体、身分をね、明かしまして、おかしいと思ったから問い合わせを入れてみましたってね、形で話をしたんですけども、まあ、店の名前はね、まだ晒しませんけども、まあ、最近ね、よく話題になってるね、話題になった、ちょっと、まあ、店が悪いわけじゃないんだけどね、そこの会社とは違います。ただ、大手ショッピングモールに入っている、有名店です。なんですけど、やることは非常に悪質です。まあ、値段も下げて、安く見せる、まあいいですけどね。まあ、道義的に考えてみても、まあ、例えば子供さんが気に入って買いたいね、20万ぐらいだったとして、じゃあそれがいざ実際に買う時になったら、プラス20万ですよ、合計で40万ですよってなったら、親御さんどうしますかね。そういうこともあるんですよね。で、実際問題、もっと厳密に言ってしまえば、
そうですね。まあ、経産省の、見解ですけどね。あとは、そうですね、農水省の方というか、厚労省にも、ね、問い合わせを入れたんですけどね。どうして入れたかと言いますと、薬機法、現在の薬機法ですね。それと、昔のね、薬剤法ですね。それの兼ね合いもあったのでね、厚労省にも問い合わせを入れました。でまた、農水省の方にも今度は、獣医師法という問題が絡んできますのでね、それを入れたんですけどね。だから結局行ってこいで、店の料金に例えば16万、プラスワクチン代か1回いくらで何回してるからいくらいくらがかかりますよっていう形を明確にして出して、店がその分を立て替えて払ってるからお客さんからもらうっていうことに対しては問題はないんですね。なんですけども、そこで1回のワクチンを打ってマイクロチップ入れて8万円とかの金額になりますとね、話は変わってくるんですね。まあ、これですと、要は自分のところで売ったっていう形ですね。あまり病院さんの方にいくら払ってるか知れませんけども、そうなりますとね、獣医師法も絡むんですよ。獣医師でもない人が薬を持って販売することはできないんですね。でもその書類上ではそこで利益を取ってるということは、そこのものという形になってしまうんですね。そうしますと、獣医師法違反であり薬機法違反でありってね、そういうのが絡んでくるんですね。だからまあ、グレーっつっちゃグレーの部分で あるんですけども、大いに黒に近いグレーなので、最終的な見解として農水省、厚労省、環境省、経産省、ね、4つとも立ち入り検査をすると言ってましたね。あまりにもひどすぎる、もう完璧に詐欺ですからね。まあ、そこまでいっちゃうとね、物のね適正な価格というのはなりませんしね、騙していくらでも金が取れるっていうことになりますのでね、まあ、経済システムまで狂いが出ますから、経産省の方としてもね、非常にピリピリしますしね。農水省の方は、獣医師法という問題でねピリピリしますしね。厚労省の方としてはね、薬機法の方からね、ピリピリしなきゃならなくなってしまうね、すごく大きな問題をはらんでます。それが、大手の、ショッピングセンターに入っている、大手の犬屋さん手口なんですね。まあ確かにね、商売ですから、仕入れ値があり儲けなくちゃ企業としては成り立たない、
それは分かります。でも明確にしなきゃならない部分をごまかして自分の利益に乗せるっていうねことはできないし、明確に料金を提示しなきゃならない部分もしない、ね、非常に問題が大きいことでしたね。まあもちろん買いませんしね、あれですけど、でその店屋さんに対しては、言いません。そんな店屋に文句つけるような、小さなことではないので、中央省庁の方からもっと大ごとでやってもらいます。これがまかれ通ってしまったらもう、ね、どんどん、世の中ひどくなってしまいますからね。日本は法治国家ですから、中国やね、韓国とは違うんですよ。法で定められたことを、しっかりと遵守して、やるということが大前提になってますのでね。まあそういうことがね、最近起きました。難しいですね。誰が悪いってね、ことはないんですけどね。ただまあついでだから言いますけどね、犬の値段もねちょっとどうかなと思いますよね。コロナが来る前、まあ安定してね、ずっと少しずつは値上がりしてましたけどね。確かに特定の、ティーカッププードルだなんだかんだね、人気のあるものが高くなる、それは当たり前のことなんですけどね。まあ実際問題どうなんでしょうね。コロナ禍の時っていうのは、まあ薬局じゃなかった、犬の流通っていうことに対してね、卸も止まってたんですね。犬の卸ってね、競りなんですよ。まあ各地区にね、競り場がありましたね、ありましてね、そこで競りで、競り落として、行って販売するっていう形なんですけれどもね。まあ、その時に、コロナ禍になった時に、動物愛護法の、改定もありましてね、ブリーダーがかなりやめたんですね。と言いますのが、まあ要は、ね、閉じ込めたままの、悪徳なブリーダーのみではなくて、一般ブリーダーの中でも、それに近い人が非常に多かったんですね。と言いますのが、一人で扱える犬の量、ね、一人で50匹60匹とかのね、犬をね飼育して繁殖して商売してるっていうね、ブリーダー多かったんですよ。で、そこで、動物愛護法の改定がありましてね、一人で扱える犬の量っていうのが決められました。で、犬の量に応じて、社員、従業員をね、何人雇って一人頭、の割合がいくつという規定ができましたのでね、辞めたブリーダーっていうのも多かったんです。ですので競りにね、回ってくる犬がいなかったんですね。まあ月に1回ないしは2回その競りが立ってたんですけどもね、まあ出てくる犬が月に1頭2頭その程度だったんですね。だから商売にならないね。その時に、まあ残ったブリーダーさんたちは自分たちで売れば今まで売ってた値段より10万20万高く売れるってね、味を占めちゃいましてね。でコロナ禍が終わった、今は流通でもしっかりと、競りも立ってるんですけど、そうなった状況においてもやはり、一度吸った甘い汁は忘れられなくてね、
値段を崩さないんですね。ですから、場合によってはブリーダーよりも、スーダン犬屋さんの方が安いっていうことも起きてきますけど、まあ、どちらかが高ければそれに、釣られて合わすっていうのが常ですから、比較的に値段が上がってますね。まあいろいろと、犬の流通もまあ黒い部分がいっぱいありますのでね、まあよく吟味して、迎え入れてあげてください。でまあ保護犬もそうなんですけれども、もう日本だけ、ね、殺処分したりとかいろいろと犬に対して厳しいようなことをね、保護団体が言ってますけども、あれはもう1万パーセント嘘ですからね。殺処分をしてない国などどこにもありません。また、殺処分ならいいんですけれども、みんな勝手に外に捨ててのたれ尻させるっていうのもいっぱいあります。まあ、ヨーロッパでもある国では廃棄される犬が、山に捨てられる犬が年間5万頭から7万頭とね、そういう国もあります。ですので野犬化して家畜を襲ったり人間を襲ったりする、犬がいっぱいいるので、年に1回2回ハンターが山に入ってね、犬狩りをするってね、そういう国もあります。その名前を聞いたら皆さんびっくりするような、先進国です。でアメリカの話は全く、信用はできません。って言いますのが、全て州単位なんですね。連邦政府の、見解ではないんですね。どっかの地区のどっかの、保護所がそういうことをしたから、全部がアメリカはそうなるっていう保護団体の、説明ですけどね、そんなことは全くありません。でまあアメリカっていうのは厳しい国で、犬の世界もねかなり厳しいです。まあ犬が病気しましたってね、よくテレビでね、なんていうかな、緊急医療でねいろいろやってるね素晴らしい番組が上がってますけどね、まあ行かないですね。皆さん行けないんですね、あまりに高すぎて。肛門腺絞りだけで、アメリカ都市部ではまあ州によって開きはあるんですけども、日本円に換算すると1万円から1万5千取られます。だからまあ例えば膀胱炎なんてのはよくあることなんですけどね、それで病院に行きましたってね、だいたい、20万1500ドルとかねかかります。まあ歯槽膿漏歯肉炎になるワンちゃん多いですけどね、だいたい歯を抜いたりとか、全部口のケアをするとね、だいたい3000ドルです。もう40万弱ですね。そういう料金ですから。まあですから、人間もね死ぬ人多いんですよ。インフルエンザなどでね。まあインフルエンザで病院に行けば、だいたいですね15万から30万かかりますかね。まあ保険、損害保険ですけどね、入ってそこでどこまで、できるかっていう形で保険料が変わりますけどね。まあですからアメリカってね、インフルエンザでも毎年20万人前後のね人が死んでるんですね。まあ病院に行けませんからね。そこへ持ってきて犬の病院ね、動物の病院っていうのはまたべらぼうに高いですからね。
はり自分たちに都合のいい話だけをして、ね、日本はこう悪いってねやって、なんとか自分たちの寄付金を、欲しがる、ね、そういう団体も非常に多くありますので騙されないようにしてくださいね。町に盲導犬の、募金箱を置いてあります。半数はインチキですからね。商売で置いてて自分の懐に入れちゃうっていう会社もあります。ですからそういう本当のそういう気がある方は、まあ盲導犬の訓練所とかね、介助犬の訓練所とか、ちゃんとした施設があります。そこに直接ね、してあげるようにしてください。そうでないとみんな全部その人たちの儲けとなって、しまう。ただそれだけです。自分がやったという、自己満足だけですね。まあ中にはね非常に未然に起きって、保護活動でやられてる方、私の知り合いにも何人もいます。そこまでお金かけていいのっていうふうにいつも言いますけどもね、そういう人たちもいます。でも、NPO だから大手だから全然そんなことありません。そういうとこほど、悪いとこが多いです。まあ、犬の世界全てがいろんなことが、グレーであったり黒い闇の部分というのは非常に多いことです。今日ちょっとね、闇の話をしましたけどね、まあ自分のワンちゃんをね、可愛がって、生涯飼育してあげるっていうことだけね、徹してください。どうもありがとうございました。何でしんべく何でやんか、やんか、え、やんじゃ。よし帰るよ。Maybe.